都営バス北営業所。都営バス北自動車営業所は、東京都北区上谷に位置する、都営バスの営業所。王子駅をターミナルに、東京都北区、豊島区、足立区南西部及びその周辺の路線と東43系統は、文京区、千代田区を担当している。営業所記号は、滝野川自動車営業所より引き継いだ N を用いる。ナンバーは、練馬である。管轄下に、 練馬市所を置く。最寄り駅は、下駅、最寄り停留所は、北車庫前、または、北車庫入り口である。東京都交通局の職員住宅である北寮、警視庁赤羽警察署が隣接している。本営業所は、大子電機軌道と縁が深く、主力路線の o 四十号は、同社の乗り合い自動車路線から発展したものである。池袋駅と東部スカイツリーライン。 西新井駅を王子駅経由で結ぶ北営業所の最終力路線。池袋と西新井をちょうど鉄道空白地帯を縫うように結ぶ路線のため、1日を通して乗客数、本数が多い。しかし、収支係数は100前後で、かなりの黒字というわけではない。1946年、昭和21年20系統として、運行開始した路線である。 都営になる前は、王子と池袋の間に、王子電気軌道の路線、王子と西新井の間には、京北のり合い自動車の路線が存在していた。1935年、昭和10年までに、王電が京北のり合いを買収し、古会社東京京北自動車としたことで、交通局への統合の際に、両社の路線を一本化、現在まで続く路線の下地ができる。 当初は大塚営業所の担当で、その後は滝野川営業所本省を経て1980年4月の移転により来た営業所の担当となった。東京都乗り合い自動車の運行系統の名称、区間においては o 4 0号と表記されるが、旅客案内上は O40 として表記される。基本的に全区間同士だが、豊島五丁目団地折り返し、 荒川土手奏車所始発、出入便として、北車庫発着もある。北車庫から池袋方面への出港便のみは、王子二丁目を経由せず、溝田橋を経由する、溝田橋停留所は存在しないが方向幕、LED 行き先表示器に表示されている。これは、王子駅前の O40 池袋方面停留所に、接続するための軌道修正による迂回である。 大40平系統は、王子駅から宮城地区を循環運行する。旅客案内場は、王子駅から江南中学校経由で、王子駅に戻り、江南中学校前後での乗り通しが可能。1988年、昭和63年から1992年までの、一時期、練馬営業所、現、練馬支所が担当していた時期もあった。 O41 系統は1950年、昭和25年12月25日付で開通した路線である。短距離だが需要が高く、終日高頻度で運行される。O55 新設以降は徐々に減便傾向。平日のみ、日田1丁目駅終車後にその手前を終点とする、日田2丁目止まりが運行される。一方の O45 系統は1959年。 昭和34年2月1日に開通した。新田地区から東に進路を変え、ハートアイランドを経て、北千住駅まで向かう。かつては、旧和田地区役所、現在の千住一丁目の運行で、区役所付近は循環運転を行っていた。区役所の移転に伴い終着点を変更し、現在の運行区間に落ち着く。豊島七丁目日田橋、日一丁目。 北線事業と新田橋王子五丁目、王子駅前行は、京愛な一方通行路を経由し、王子四丁目新田橋の経路は両方向で異なる。o 四十一、4四十五系統と o 五十五系統の豊島八丁目の王子駅、前方面バス停は200メートル以上離れた場所にある。なお、日体丁目方面は、同じバス停である。二路線とも当初は、 滝野川営業所の管轄で第二次再建計画に伴う追加の路線再編成で国際工業バスとの共同運行系統を失った志村営業所に1978年昭和53年11月1日付で移管されていたが廃止により来た営業所に復帰して現在に至る荒川土手から荒川隅田川に挟まれた大台西尾久し 田畑駅経由で、文京区、千代田区の都心部を結ぶ。駒込病院業は、駒込病院構内まで運行する。荒川土手田畑駅の需要が、特に高く、過半数が折り返し場を備えた、駒込病院までの運行で、毎時5回程度、伊遠東京駅までは2回程度である。他にも田畑駅発着、北車庫からの出港便として、 向ヶ丘2丁目始発の東京駅丸の内北口行き、さらに平日、土曜朝は通勤対策と出庫運用を兼ねた豊島5丁目団地、駒込病院、校内行き便が少数設定で、2016年4月1日の改正ではそれまで駒込病院行き便のみだったものが、平日朝のみ、駒込病院豊島5丁目団地行き便も設定された。 荒川土手始発は一つ手前の荒川土手総社書始発とし、逆方向は荒川土手を終着とする。これは、この路線開業にあたり、地元住民との話し合いによる契約に基づく。2008年、平成20年3月30日の日暮里、トネリライナー開業に合わせ、一部便が江北駅発着となった。2010年には江北強化経由が廃止となっている。 しかし、広北駅発着は2016年4月1日の改正で大幅に減らされた上に、全便が駒込病院までとなり、東京駅直通便は設定がなくなった。2012年、平成24年4月1日からは、菅も営業所が参入し共管となっていたが、2014年3月31日に、菅も営業所が撤退。従来まで運行していた。 o 46系統、王子駅加賀団地の、内王子港北6丁目団地を廃止して、港北6丁目団地加賀団地を里48系統の一部として、編入、2012年4月1日から新たに担当、菅も南千住と共に3営業者の共感となった。日田地区再開発ハートアイランド神殿の、 事業進捗に伴う O41 系統の輸送力補完を目的に2004年平成16年4月1日付で新設された。当初は、経路のほぼ全線が O41、O45 系統と重複した経路で運行されたが、再開発地区に位置する新豊橋の開通に伴い、2007年に O40 を付系統と、経路統合、経路延長を行って、 現在の運行区間とな。ハートアイランドも後の進捗に伴い、O55 折り返しを2008年2月4日に新設した。当初は平日朝のみ運行だったが、わずか2ヶ月後には平日、土曜日にも増発された。2008年8月30日より、一部便が池袋駅東口まで延長された。 ハートアイランドの高層住宅街だけでなく、新体一丁目近くに高層マンションがあり、神奈七日田、日田二丁目には団地や住宅街が多く点在している。また、新豊橋バス停前にも高層マンションがあり、特に日田一丁目、王子駅間において住宅街を多く抱える路線である。新体一丁目、神奈七日田、日田二丁目には、 日田橋経由の O41 系統が停車するが、袋駅には行かず、王子駅で終点となってしまうこと、O55 系統の増加による減便、O55 系統と間隔が離れているなど難点が多い。また、豊島八丁目はバス停の位置が離れている。これにより、ハートアイランドを通る前の館7日田、日田2丁目で、ほとんどの席が埋まり、 ハートアイランド北で立ち客が出始める。この状態で、ハートアイランド南、新豊橋と高層住宅街を抱えるバス停に停車するため、積み残しが発生することもある。ハートアイランド南は、周囲がすべて高層マンションのため、一番混雑する、時間帯で30人近くの乗客が、大5 5系統を待っていることがある。利用の多い O55 系統だが9時台、10時台でも10分。 感覚、池袋駅、東口駅は20分間隔と少ないため、本数の多い区間のように、航続便を待つとなるとかなり待たされてしまう。新豊橋乗車の場合だと、航続便も、同様に、関奈奈日田、日田2丁目、ハートアイランド内閣停留所の乗客で混雑した状態で至るとなる。深夜11系統は、ハートアイランドの開発が進歩したことにより、 ミッドナイト25代11番として設定した。王子駅発のみ運行で、王子駅における、京浜東北線の終電時刻に合わせるため、深夜1時台まで運行する。特に同1行先の経由違いである O41 とのご情防止のため、ハートアイランド神殿のロゴを LED 表示する方向幕の場合は青字に白抜き文字。1972年、 昭和47年11月12日の都電台7時撤去で廃止された27系統王子駅前赤羽間の代替として運行開始。折から入居が始まっていた日本住宅公団、現都市再生機構豊島5丁目団地への重輸送と O40 系統の混雑緩和を目的に王子駅と豊島5丁目の間を延長する形でスタートした。 当初は志村営業所が担当したが、廃止に伴い北営業所の担当となった。1991年、平成3年11月29日に、営蘭地下鉄、現、東京メトロ南北線が開業し、北本通りを経由する赤羽二丁目、赤羽岩淵駅王子駅が重複する形となったが、赤羽駅繁華街へ直通している。 南北線が JR 赤羽駅より離れた地域に駅を設けているのは都電27系統時代と同じことや沿線公共施設赤羽王子城警察署へのアクセス需要が高いことから減便されたものの毎時4回程度の運行を保っている。ほぼ全線が交通量の多い幹線道路であるためダイヤが乱れることも多い。現在は 大40高系統と重複する王子駅と島五丁目団地の運行が過半数、日中はほぼ半々で、同区間に限っては運行回数が毎時8回程度まで倍増する。これは池袋及び足立区方面への直通需要が非常に高く、輸送力が飽和状態にある同系統の補完的役割、遠近分離を狙っているためである。深夜霊に系統は、 池袋駅、王子駅と豊島五丁目団地を結ぶ深夜バスで平日のみ運行されている。池袋駅東口発を設定して、O40 後継等の深夜バスとしての役割も担うようになった。周発は JR 京浜東北線の最終電車に接続する形で王子駅発午前1時以降まで運行されているが、都営バス全体を見ても異例に遅い発車時刻である。 王子駅停留所は、本線にあたる O40 港、O57 系統と異なり、バスターミナル内の乗り場を使用している。O40 オツ系統は1988年、昭和63年10月31日に運行を開始した、同日、宮城巡環が O40 兵となる。乗降客が多い豊島五丁目団地を避ける経路を取り、事業所や学校、住宅の多い豊島地区の通勤、 数学対策として、平日、土曜の朝夕のみ運行されていた。一方の O55 系統は2004年に新設、王子駅から王子5丁目を経て、足立区に行ったのハートアイランド神殿を循環する、経路だった。2007年、平成19年4月1日に両系統を統合、王子駅、ハートアイランド東に行った1丁目間の O55、系統及び、王子駅、 ハートアイランド東循環の O55 折り返し系統とし、共にトンボ鉛筆を経由するように改められた。上記停留所のみ停車するラビットバスで平日朝夕のみの運行。o 4 5系統の急行便という位置づけだった。2000年平成12年12月12日の大江戸線全線、開通時に設定。2003年3月14日に運行終了。 トロリーバス104系統の代替として、撤去翌日の1968年、昭和43年4月1日付で新設。富山無機乗電車営業所、現、早稲田営業所を引き継いだ渋谷営業所と山支所、富山無機乗電車営業所昭和町発出所を引き継いだ、滝野川営業所昭和町分社庫、そして、滝野川と昭和町を統合した北営業所が担当してきたが、 1982年、昭和57年3月の志村営業所廃止と同時に須営業所へ移管。その後、2006年度から2009年度まで須賀と南千住の共管になった時期がある。2003年、平成15年3月17日付で運行開始。その後、幾度の経路変更を経て2008年3月30日付で賀鴨営業所に移管。その後、 2012年、平成24年3月31日限りで廃止、大体で里48系統の一部を、加賀団地循環、里48から2系統とした。トロリーバス103系統の大体として、草64系統と同じく、昭和町文社湖の所管で1968年4月1日に新設。しかし、路線の大半が604系統と重複する上に、 大勢急湖町と亀井戸の間は、千住営業所の12系統、原差と22系統。後に、南千住へ移管もあったため、非効率と判断され、都電第6次撤去と同時の1971年、昭和46年3月16日限りで、廃止された。1951年、昭和26年3月1日に、田畑駅熊野前館で開通。 その後は、路線の延長を繰り返し、1972年、昭和47年7月2日付で、千住営業所へ移管、同年11月12日に、系統番号を橋44系統に変更し、現在至る。1961年、昭和36年4月20日に開通、滝野川営業所から、現在の北営業所までを通じて、 唯一の民間との相互乗り入れ路線だった。池袋駅から、現在の O40 高系統のルートで、西新井大島まで、そこから千住営業所の106系統と同じく、日光街道、国道4号及び足立越谷線を北上、草加が終点だった106系統よりも先の越谷駅まで行っていた。 1970年、昭和45年3月15日限りで廃止。島根3丁目から、先の日光街道場は、千住営業所の北47系統のほか、東部バスセントラル、足立営業事務所の竹14系統、ミッドナイトアロー、カスカベなどが運行されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。